はい、J1 トラ見て、はい、もう落ち込んじゃってないかなと思ってたんですけど、なんで落ち込むんですか。あれメタメタにやられてたんで、全然何も落ち込んでません。下からガッツリお願いします。めちゃめちゃ混んでるっしょ。すごいですね、今平日の、そう、この辺りじゃ一番っすね。そうですね、この感じだと目の前のツイッターがいいんじゃないですか。まあ全然もう話にならないですよ。ちょっと昨日のことについてお話伺っていいですか。あ、いいっすよ。ありがとうございます。じゃあこんなにちょっとじゃあ抜けるんで、はい、すいません、申し訳ございません。ありがとうございます。どうも、リュウ社長と申します。ちょっと近くに公園あるんですけど、はい、話伺ってもいいですか。はい、あ、ツイッターさん、どんなやさそう。でも素晴らしい本当会社なんで、僕は逆に本当辻田さんの味ももちろんなんですけど、接客をすごい学んでたんで、めちゃめちゃいい会社ですよ。めちゃめちゃいいお店。ピコ。すいません、お忙しいです。はい。ちょっと昨日の動画を辻田さんと山崎さんと一緒に見て、はい、まあ、リュウ社長がさすがに食らってるんじゃないか。っていうことでちょっと行ってきてくれよって言われたのに来たんですが、はい、食らうっていうか、うん、そうっすね。特に食らっても何もないというか。令和の虎をリベンジ、はい、した理由を改めて聞いていいですか。リベンジした理由は、まあ、そもそもリベンジ版っていうのはあるのを知らなくて、リライブ社長の佐々木社長からリベンジ版っていうのはあるよって言われて、でそれを見てったところ、以前出た時からもうめちゃめちゃ見返そうと思っていろいろやって、ドン・キホーテの発売も決まったりして、実績もあるし出てみようかなって感じですか。虎の皆さんは、まあ、それは実績じゃないっていう言われ方しましたけど、うんうん、そこはいかがでしょうか。はい、言うのは簡単だと思うんですよ。手続き踏めばできるみたいなのがありましたけど、え、じゃああなたできますかって。僕あの時志願者だったからあれですけど、皆さんできるのかなって、同じことが。だからそれは僕は、まあ、実績だと思う人もいれば思わない人もいるっていうだけの話かな。要は、まあ、運が良くてたまたま来た話で、僕のこの本物のサングラスのパロディを作りましょうから始まった話なんで、運も一つの実績なのかなと。で逆に言えば、前回の時になんか実績作れよって言われたんで、僕がアパレルやってちょっと洋服売れるぐらいの実績よりはどでかい実績なのかなって。で第2弾の龍社長スクイーズというものももう販売されますので、これも含めて実績なのかなと思って行った結果、ああいう話をされました。前回の志摩社長のやつが、うんうん、実績がないんだから実績持ってこいよ、はい、で龍社長が今回持ってきました、はい、実績あるなら自分でやれよと言われてましたけど、そうするとこのリベンジ版の趣旨がよく分からなくなっちゃうなっていう思いはあります。でもはっきり言っちゃうと、前回と同じように龍社長が出演しても、まあ、再生は回らないのかなと思って、リベンジなんでもう燃えて燃えてぶち上がってるような感じで令和の虎リベンジ版に臨んだ方が、承認欲求やろうとか言われますけど、でも実績を語る上でやっぱ承認欲求ぶちかまさないとやっぱり面白くないと思うんですよ、映像上。これをつまらんっていう人もいますけど、逆に言えばそれで再生が回れば僕はいいので、普通に淡々と話してやるよりはもうリベンジしに来たぜみたいなを出した方がいいのかなと。仕返しに来た感が強くて好きっていうコメントもあったんですけど、いいんじゃないですか。ですがご本人的にはやっぱ仕返しの面もあったんですか。仕返しっていうよりは言われたこと、初めてのラーメン屋経営者の敵みたいな感じだったんで、島根さんやってやるぞみたいな、まあそう見えちゃったのはそうですけど、見返そうという気持ちはやっぱありました。なんか見てる感じ、前回よりやっぱり売り上げも上がって、はい、こういうサングラスドン・キホーテで爆売れして、はい、島根さんのトーンがダウンしてるのかなと思いましたけど、してんじゃないですか。島根さんもキャラ売りしてると思うんですよ。そういう中で僕もキャラを売ってて、まあ、僕の右に出るやつはいねえぞラーメン業界だって言ってるんで、まあ、そういう部分では、まあ、キャラ対キャラだったら僕のは強いと思うんで、まあ、実績含めそういう部分でちょっとトーンダウンしてるのかなと思いますけど、まあでもそこは、まあ、島根さんは一応会社的には僕より全然大きいので、もう経営者として素晴らしい方だと思いますから、キャラでは勝ってますけど、まあ、島根さんを見習わなきゃいけない部分もあるのかなとは思いますよね。人にお金をもらう態度じゃないっていう、まあ、リベンジなんで、逆にこれぐらいの若者がいないとダメだと思うんですよ。リベンジさせていただきますぐらいのこんなやつ誰も絶対成功しないんで、これなんだよ俺やってやったぞ、こういう若者を大事にしてくれる大人はいないのかと思いました。食べてくれた子にも美味しい、はい、っていう感じですけど、やっぱりそれは嬉しかったです。前回食べた時よりこう好評だったので、うん、素直に嬉しいです、それは。はい、でやっぱり皆さん通じて言ってたのが辛いなって言ってましたが、はい、なぜそう全員が辛いなって感じるぐらいの辛さの油そばを作ってらっしゃるんですか。まあ、そもそも油そば業界で醤油とか塩っていうのが定番にあるんですけど、辛い混ぜそば油そばやってるお店ってどこにもないんですよ。で台湾混ぜそばっていうのありますけど、それ以外の場所にないんですよ。
だから尖ったものを作った方が面白いなと思って始めたのがきっかけです。それが2017年ですね。人の話を聞かずも、うん、自分のアパレルの話、うん、ラーメンの話ばっかりして、はい、っていうことも言われてる大人の皆さんも、はい、言われました。あえてそうした方が再生もあるかなっていう、食い気味じゃないとやっぱリベンジしに来た感が出ないのかなと僕思ったんで、これはもう僕なりのあれですけど、ちょっと食い気味に行った方がコメントが荒れるんで、それで再生もあるのかなっていう思いはありました。視聴者投票でから5000いいね、2500ありましたね、はい、今2175いいね、959件のコメントなんでちょっと弱いっす。なのでよろしくお願いします。これが本音。皆さんいいねは多いと思うんですけど、コメントはちょっと少ないんで、ちょっと僕の考え戦略がはまんなかったのかなという思いもありますので、初動が今これなんで、行ったら奇跡みたいなもん。まあそれでも悔いはないっす。それでもやっぱアパレル事業は やりたいっていう、もちろんでしょうね。はい、勢いとかそういうのを見てボーンって出すぐらいの方が面白いのかなと思います。青社長、はいはい、すごいずっとニヤニヤ、終始ニヤニヤしてるな、はいはいはい、まあ、一緒に仕事したくない、はいはい、と言われてましたけど、青社長もまあそういう別にいい人だと思うんで、僕は何か面白かったんですか、てか別にあんまそういう気にしないタイプだから、何を見られようがどう見られようが笑われようが僕自身が何も気にしない人なんで、うん、そこは別に目にはつきませんでした。水木社長、このキャラをこんだけ俺たちがドラが言ってもやり通したから、まあ、50万円、はい、っていうことでしたけど、この間のお話もそうでしたけど、やり抜くっていうのが大事なんですか、この時代は。どうですかね、それは人それぞれかもしれませんけど、僕は軸をぶれずに行きたいように来てやりたいようにやるがコンセプトなんで、まあ、誰に何言われようと自分がスッて入ったものには聞きますけど、俺はこうだっていうのがあるものはぶれさせたくないなってはあります。まあ新しいことをやるとやっぱ叩かれる、出る釘を打たれるみたいなあるじゃないですか、言葉。ただ新しすぎちゃうかもしれません、やり方が。でもこれって5年後10年後僕がどうなってるかによって、ただの変な普通の人なのか、それとも大成功する可能性もあるじゃないですか。だから今ここで何か言うんじゃなくて、もっと先を見た上で僕は評価していただきたいな、うん、僕は結構5年後10年後大成功すると思ってるんで、なんかそれができれば一流だとも言ってましたね、ドラマ、うん、そうっすね。10年後に令和の虎の剣が僕の中でめちゃめちゃ笑い話になる可能性もありますし、それを思って僕は生きてますから。それこそ、まあ、パソコンの虎の皆さんの、はい、一番の同僚に近いのは姉妹なんですよ、ね、はいはい、ですけど超えたいなみたいなのあるんですか。あんまそこはもう眼中ないです。超えるとか超えないとかよりも自分のやりたい戦略で、でこういう会社にしていく、こういう大企業を作るっていうのをだけやっているんで、誰かをライバル視して超えるとか超えないとかはあんま考えたことないです。ただキャラ作りに関しては、まあ、俺のは上だろうとか、それは思ってます。その業界内で僕よりキャラを立ってる人はいないと思ってます。まあ、今日の朝なんですけど、はいはい、シマヤンさん、シマヤンラーメン社長っていう、はい、X のアカウントにどこに投稿があって、日本一アンチの多いラーメン屋は僕です、はい、リュウ社長は日本で2番目にアンチの多いラーメン屋です、はいはい、というポストがあったんです。ちょっと見ていいですか、はい、この日本一アンチの多いラーメン屋は僕ですかじゃないですか、どこですかって話ですか。わかります。要は日本一アンチのラーメン屋ってったら、もう世の中的に鈴の木ってなんです。確かに鈴の木が日本一アンチのラーメン屋なんです。僕じゃないんですよ。確かに。だから逆に島谷さん僕ですって言ってるんだったら、どこのラーメン屋ですかっていう。全然周知されてない。そうだから、それがなんかね、まあ、またパクリ、なんか要は島谷さん結構パクリにネタが多いみたいで。ああそうなんですか、ね、うん。でも逆に日本一アンチのラーメン屋は、僕ですって言うんだったら、僕のお店ってどこですか。世の中的に日本一アンチのラーメン屋どこですかって言ったら、もう鈴の木って答える人が多いんで、だから逆に言えば、しまやんさん何店舗もやってると聞きますけど、しまやんさんのラーメン屋ってことではしない。そう、逆に言えばしまやんっていう名前もそうだし、しまやんさんのやってるお店よりもリュウ社長鈴の木の方が、まあ、知名度あるし、逆に言えば日本一アンチのラーメン屋どこですかって世の中の若い子に聞いたら、あ、鈴の木、これぐらいなんなきゃダメです、サングラスの店って。そうそうそう、これぐらいなんないとそんなこと書いちゃダメだ。確かに、しまやんさんは何をアンチされてるんですか。多分その今回の令和の虎のコメントが、しまやんさんもなんか否定的なコメントがあるんじゃないですかね、批判的な。それが、はい、これが最後の部分にコメント欄がしまやん愛で溢れています。確かあの人アンチネタも愛だと思ってる。あ、多分そういうネタじゃないですか。日本一アンチの多いラーメン屋の、社長はみたいなのもいろんなにつけなきゃダメです。ラーメン屋はダメです。まあどっちでもいいです、そんなの。本当にあんま気にしないんで。ちなみになんですけど、個人的な意見で、はいはい、藤田さんとか岩崎さん関係なくて、はいはい、僕個人的な意見なんですけど、
ボラの皆さんもなんであんな敵対視というか、あんな下に見るというか、バカにしてる感じでこう扱ってくるんですか。いやいや、なんで、なんでだから売れない実績はとか、辛すぎるよとか、なんかすごい上から目線に感じなんですけど、はい、あれはどう思いました。いや、あんまそれもどうも思わなくて、なんだろう、あんま本当気にしないんですよ、僕。だから、もしかしたら再生を回すために演じてるのかもしれないし、まあ、そういうキャラ作りをしてるかもしれないし、全然そこはどうも思わない。キャラ作りの可能性もありますけど、うんうん、それでもあんまりこう気にせず自分の気持ちを伝えるか。そうっすね、特に本当気にしないから、うん、でも、一つ言えるのは、なんかその、例えばですけど島根さんがなんかお店を磨くこととかを言ってたと思うんですよ、最後の方に。で、あなたはお店来たことないじゃないですか、来たことないのに言われたくないですって言ったと思うんですけど、それそのままじゃないですか、普通。確かそうですね、行ったこともない店を永遠と。そうそう、だから辻田さんとかって岩崎さんもそうですけど、来ていただいて、まあ、評価していただいて、あとは来ていただいて、まあその鈴の木ってこうだ、龍社長こうだよねってやってくれると思うんですけど、まあ一回島根さんは僕のお店見たことないので、それでなんかどうのこうの言ってもしょうがないと思いました。あともう一点は、これすごく思ったのが、10年経ってからこういうキャラ作りとか、10年経ってからアパレルやればいいんじゃないかなって言ってましたけど、今が大事なんですよ。だって10年あと3年経ってどうなってるか分からないじゃないですか。旬のものは旬の時にやりましょうよって。逆に言えばその10年だなんだっていいじゃないですか。島根さんってなんかイノベーションだとか変えるとかなんかエンタメだって言ってるのに、そんな古臭いこと言ってんのっていう思いません、ね、だってなんか寿司屋みたいなこと言っちゃってて見て覚えてみたいな確かに10年がすごいの分かりますけど、そんなの今の時代古臭いですよ。逆にエンタメだって言ってんだったら、今をどう生きるかが大事ですよ、島根さん。もしもし、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。どうも。あ、お疲れ様です。昨日見ました。あ、ありがとうございます。すごかったな、すごかったな。なかなか使ったなですよね。なかなかやってるなって感じだけど、でも、はい、なんか俺がちょっと率直に思った感想としては、はい、お早めに見えたの。あー、だからこれ映像で見てるからお早めに見えたのか、はいはい、あともなんか編集されちゃってるのか、どっちなんだろうって思ってた。いや、もうあのまんまですね。ああいう感じで、で、なんか僕も要はリベンジ版なんで熱く燃え上がるっていう感じで結構食い気味にちょっとかぶせて話したりはしてましたね。ああ、なるほど、あえてね。はい、そうですね。ただちょっと話が噛み合わない部分は、なんかもうなんで自分も噛み合わないのかなと思いながらも、まあちょっと食い気味に話して、なんかコメントが荒れればいいのかなっていう、それで再生が伸びればいいなっていう。何のお金を取りに来たかわかんないけど、青社長だから、青さんはなんかちょっと最初からなんか変化越しだなっていう感じはしたんだけどね。なんかあの人なんかいつもなんかあんな感じなのかわかんないけど、なんかちょっともうちょっと普通に言えばいいのに、ちょっとどうなんですか。自分もそのあの日に初めてこう収録現場入ってどの社長か分かるんで、要は確かに映像で見てみたらなんか 毎回笑われてんなと思いましたけど、あの収録中はなんか別に自分あんま何も気にしないタイプなんで、なんか自分の思ったことだけを言おうみたいな。逆に島屋さんもいるのもあの日に初めて知ったんで、はい。でも龍社長あれじゃん、その何も気にしない割には島屋に、はい、僕のこと嫌いですよねとか結構食い気味にガンガン言ってたじゃん。あ、なんかそれ言ったら面白いかなと思って。あ、でもなんかあの嫌いなんだろうなっていう感じは伝わってきたけど、ね、あ、本当ですか。でもなんか最後に料理にならないから。そうそう、でも最後になんか100万出してきたところで、なんで出したんですかね。あれ出さなきゃカッコつかないからじゃないですか。前回出さないでなんか出さねえのかよとかって言われてたから、まあそういうなんか自分のあれもあるんじゃないですかね、わかんないですけど。まあ確かにね、あそこで言うだけ言ってたから私も悪いもん。でもまたこういうことを言っちゃうとまたコメントが荒れちゃうんで。ああ、そうなんだ。はい、そうなんだ。まあまあでも全然そこは、うん、終わった後のなんか楽屋トークみたいなのをさせてもらったけど、はい、あの楽屋トークがなんか和やかな雰囲気だったら、あれは収録終わって一回メガネ外してからちゃんと話したらなんかああいう感じになったって感じ。そうですね、収録終わった後の楽屋のトークなんで、まあなんかそこはもう別に僕はリベンジに燃えてる龍社長っていうよりはもう普通にあの話せるんで、普通になった方が面白いなと。逆にその全てを見た視聴者は分かる人には分かるのかなとか思ったり。十分分かってる。あ、多分ほら俺らは知ってるじゃん、普通を。はい、でも裸の付き合いしてるけど、はい、サウナ入ってた、当然サングラスも取ってる。そうですね、はい。このままの鈴木社長に来てくれたら放出したのにみたいな雰囲気が出てたのかな。まあそうですね。ただなんか前回のデイワンの虎とかも見た人が今回の見ると、なんか龍社長前のキャラと全然違う食い気味に来ちゃってるよっていう。でもなんかそっちの方が面白みあんのかなと思って。龍社長も成長するしね、その半年なんで。
まあ、そうですね、実績も一応作って、これが実績じゃないってなっちゃうと、まあ、自分としては洋服を売った実績、ちょっとした洋服を売った実績よりもなんかドンキーとかの方がでかい実績の方が面白いなと思ったんで。でもね、あれを見ててそう思った、あの実績持ってきてくださいよ、アオさん、アオさんも、あれ見てて、だって実績持ってきてんだよ、ドンキホーテで4万5千円ぐらいで売れたっていう、十分実績なんじゃないの。はい、そうですね。スクイーズっていうの、はい、はい、あれはなんか実績にはなりません、まあ、実績じゃないって言えば実績じゃないけど、ドンキで扱われる可能性があるっていう実績って言えば実績なのかなっていう、まあそうですね、まあ、ドンキと契約、だからドンキと契約したっていう実績なのかなと思ったけど、数字で表せないと思うので、まあそのまあ実績だし、うん、でも逆に T シャツをちょっと売ってみようっていうことはないんですか。いや、これでそのなんか5000いいねと2500コメントがなると本編いけるんですけど、なんか別にこれでもし行かなかったら行かないで、もうこのアパレルはもう自分で始めていこうと思います。俺が一つと思ったのは100万円いるのって感じしたんだけど、あれは要は宣伝目的と、いや違います、あれはリベンジ版は100万円が要は通過点で、このオールするとなんか次の本編で500万円ってなるんですよ。僕はお金欲したというよりはリベンジなんで、前回の屈辱を晴らしに行くぞみたいな、お金どうこうっていうよりは、俺はこんだけ、まあそれそうですね、簡単に言えば。いや、宣伝目的だけじゃないんだったらね、俺が600万って出したら、まあ、買えない。そうですね、なんだろう僕が思ったのは、なんか実績とかその細かい数字とかでお金を積む虎たちだったと思うんですけど、もっとなんか夢を買ってほしいな、虎も大中小っていると思うんですけど、野生の虎もやっぱもっと大きい虎いねえのかなって思いがありましたね。お前のなんか夢買ってやるよぐらいの昔のマネーの虎みたいな感じの、なんかちょっと勢いのある虎が僕は欲しいなと思いましたね。今回は、まあ、僕のプレゼンが本当熱くなりすぎてダメだったっていう、普通にこのそんなことはなかったと思うんですけど、あ、本当ですか。普通になんか逆に淡々と話して通過するしても別に再生回らないと思うんで、なんか再生を意識しちゃったのかなっていうのもありますね僕は。いや、でも再生はめっちゃされてるでしょ今。結構前の令和の虎よりも再生されてますね、勢いは。まあ、あの頃より牛車場自体が有名になってるっていうのもあるしね。そうですね、そこの部分も多少あるのかなと。シマヤンさんとのやっぱこの掛け合いとかサムネもやっぱシマヤンさんとなんで、見たい人はいるんじゃないですかね。だってもう今22時間前で14万回再生されてるよ、宣伝は。ロングで、そうですね、結構多い方ですね。今日で20万いけばいいかなって思います。いや、いくでしょこの勢いだったら。あとはやっぱ5000いいねと2500コメント、後編でこの数字を叩かなきゃいけないんで、1週間で。ちょっとここに今苦戦してるんで、ちょっと考えます。俺はだから一応4999までいったらいいにしようかなと思って。ああ、もう本当ありがたいです。まだしてない。いや、それ、まだしてないけど全然それで大丈夫ですはいなんかその令和のトラ効果か分かんないですけど、うん、今日僕のお店めちゃめちゃ混んでるんですよ。もう朝からずっと並んでて。マジですごいな。ただあの池袋店の辻田さん全然今日入ってないですね。うるせえよすいません辻田さん、はいはい、あの本当にあの辻田さん行列できてるんですけど、目の前には辻田が全然人入ってなかったですよ。山ちゃん、はい、今聞いたから分かってるけど聞こえてました聞こえてるよ。ちょっとオープニングでも言ったんですけど、怒んないでください、これ触れてることは。うるせえ自分の池袋店が大行列さ、目の前にある自分の池袋店がさ閑散としてるのにね、うちはさその大行列の目の前にさ指こうやって見てるようなさ、はい、感じになっちゃってるのにさ、本当にうちの宣伝の前に接してくれなくて冷たいやつだなと思って。あ、おあ、ちょっとうるさいんで、もう話長いじゃないですか。いいっすよ来ちゃいましたね話長いんで。まあ改めてですけど、はい、昨日のことは気にも留めてなかったと。そうっすね、うん、特に本当に何も気にしてないっていうか、まあこの5000いいねと2500コメント、まあ、行かなかったら行かないで、あ、行かなかったかとは思います正直。でもまあ行かなかったら行かないで、まあ、それはそれでしょうがない。もうそれもある意味ストーリーで、ここで運使わないでもっと大きな何かが来ちゃうかもしれない。では、まあ、今後も、はい、鈴の木でバズり続けて。そうですね、アパレルも変あの、うん、虎の皆様のあれがなくても、うん、アパレル展開はしますし、しますし、あとはあの今年ちょっと直営店も考えてるんで、アパレルよりは直営店を考えてます。あくまでサブです、アパレル。はい、今後とも皆様、頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。
すみません、今日はあんなにあのお客さんいる中、こんなお話いいえ、とんでもないしてくれて、はい、ありがとうございました。はい、あの上京してきたんですけど、ね、あ、そうなんですか。どこの人なんですか。栃木県、僕も小山行きまして、はい、小山です。あ、本当ですか、はい、あ、ありがとうございます。すごい。じゃあ写真撮ります。はい、3、2、1ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、頑張ります。ありがとうございます。有本は見ました。あ、サムネだけ。あ、本当ですか。見ないですね。見てください。ありがとうございます。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、そうです。サインお願いしていいですか。あ、サイン持ってないですよ。持ってないですよ。もっと有名だったらサインかけるようなんで、写真だったら大丈夫です。じゃあちょっとスマホ持っていきましょう。これですよ、これ。これが島谷さんと僕の、まあ世の中のラーメン業界のね、要はキャラを売ってる方たちの差ですから。これね、やらせてもなんでもない、リアルタイム、これよ。だからラーメン業界キャラを売ってる人たち、ここまでできたら俺と肩並べるからな。分かっとけよ。決めたいじゃん。ラーメン業界の中で YouTube やってるから何人かいるんだけど、この中トップオブザトップが辻田ボックス。覚えてる？辻田ボックス。はい、リピートアフターミー。辻田ボックス。辻田ボックス。オーケー。はい。辻田ボックス。辻田ボックス。オーケー。それでいいよ。ね。オーケー。じゃあ取ろう。辻田ボックス。で、つけ麺辻田も食べに行って。あ、はい。あ、食べてる。やっぱうまいよね。接客もいいしね。その辻田よりもうちの真向かいの鈴の木が人気だけどね。池袋じゃうちに勝てる店ねえよ。ですよね。ねえ、はい。そうだよな。そうですね。あ。はい、え、小学生、中学生。中学生です。イエーイ。よーし。はい。まあ、辻田なんてね、まあ、会社大きいけどね、店舗からしたらうちの勝手。俺もでかい会社の社長になるんで。お願いします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 。おー、喜んでる。これよ、これ。スポットショこれ、池袋、そう。やっぱ、強いから。そう。ですね。アイドルに会ったくらいで。そうなんですよ。だから、そう。何でも四国行けろ。俺の右に出るものはラーメン業界いません。